ちは、西川彩です。いらっしゃい。はい、ということで、あの多分 YouTube 見てもらってる方、その審査の前髪は久々やと思うんですけど、もうね、もう風物詩と言いますか。はい、一切別に面白いとは思ってないです。その髪型、年末になるたびやるの。そうですね、一応特に理由はないです。別に特に面白いわけでもないですけど、まあ、一応やっとこうかなっていう。まああれですね、はい、もう年末年始はこれで、はい、はい、年末年始の挨拶ということで。年末の挨拶ですね、年始まだです。はい、あ、今日ゲラやな、ごめんなさい。年末の挨拶ですね。はい、はい、さあ、さあ、どんな1年でございましたでしょうか。理由以外でおるわ。私ですね、理由以外、まあいろいろあったわけじゃないですか。フィドのオンライントーナメント、まあオンラインリーグ、それからジャパンも始まったしね、どうやったのかなっていう、まあ、総括の日でございますから。いや、もうほんまに振り返るとあっという間やなっていうのはありながら、審査が今おっしゃったように、ハローズさんと契約させていただいた上でフィドプレミアムオンラインリーグに出場して、その後に10月からジャパンも開始して、6回シワインバイ招集試合して、まだ寝てました。寝てはないけど、いやもう6回ジャパンの試合に出場して、ほんまにあっという間やなっていうのしか思えないですね。ただあの中身の話でお話しさせてもらうと、まあ、ジャパンに関したら、そのもちろん結果的にはロビン抜けしかまだできてなかったっていう部分の表現が合ってるのかどうか、それともロビン抜けできたっていう表現が合ってるのかどうかは分からないんですけど、その中でも私自身の中では初めてジャパンを取って試合に出場してっていうものとしたら、結果としては悪い方ではなかったのかなとは思いつつ、まだまだ上を目指したいなっていうのは試合の結果としては正直思います。これはほんまに台本がないからこそ言える話だと思うんですけど、フィドプレミアムリーグ出た時って、はい、めちゃめちゃ緊張して、まあ正直うちの話ですけど泣いて、ね、悔しくて緊張して、ね、だけどその経験があったからこそジャパンのデビュー戦もそんな緊張しなく、そんなって言い方っていうのが、まあ、緊張でも投げれたっていうのかな。まあいい結果、悪い結果じゃない、まあ、納得できる結果が出たっていうね。今ジャパンで、ジャパンレディースでないんですか。全てのランキング、ジャパンレディースのトータルのランキングは確か45位くらいやったかな。十分じゃないんですかね。どうなんですか、1年目。いや、いいと思いますよ。その、まあ、もちろん目標設定としてはもっと上をね、入れ替え試合までとかあると思いますけど、まあ、まあ、まんじることなくっていう部分を含むけど、まあ、まあ、みんな多分プレミアムリーグオンラインの、あれ見ながら多分みんな、おいおい大丈夫かよと、まあ、よくよく考えると当たってる選手が豪華な、ね、選手ばっかりだったりとかするんで、まあ、実力差がすげえ出てしまったりとか、まあ、普段ハードやらん中で、スティールやらん中でアレンジの部分であったり不安の部分であったりがすげえ露骨に出たあのリーグやったと思うんですよ。だから見てる方とか応援してる方もちょっとやっぱ不安なんや、企画でジャパン取っただけかいぐらいに思ってる人も多かったと思うけど、逆に言うとジャパンが始まったおかげで、まあ、ロビンをね、安定して抜けれると、まあ、え、何戦出て、6戦出て、4戦抜けてるわけだから、はい、逆に言うと2戦しか落ちてないわけだから、まあ、その全体を通して見たときにある程度戦える選手になってきてるんだなっていうのはみんなに分かってもらえたんじゃないかなと、まあ、まだまだ全然ね、どんどん上を目指してやっていかないといけないかなと思いますけど、だからもう、はい、ある意味、東田慎吾のチャンネルのプロ育成としたら、はいはい、このデビュー戦から今までってどうですか、点数的に。やっぱりこうプロと取るまでがゴールじゃなくて、ここから先っていう話もしてたじゃないですか、はいはいはい、やっぱりこう育ててきた子がデビューして、はい、こう6戦戦った感想というか、一、はいはい、人の選手を、そう言うて一人の選手言うたら育てきったわけじゃないですか、はい、一応デビューまで、はいはいはい、それを送り出した
心境というか。え、ガチガチのマジの点数で言うていいですか？75点。良くもないけど悪くもない。いや、でも、あの、もうまあ厳しいのかもわからないし、まあ、僕と愛者の関係性があっての75点っていうのはあるんですけど、はい、まあ、さっき言ってたみたいな、こう泣いてしまってみたいなところは僕の中のマイナスやし、僕、そうですね、まだまだできるだろうっていう期待値も込めてですし、でも一定ほらジャパンのロビンは抜けてるっていうところもあるでしょうし、まあ、マジガチガチのマジの点数だと思います。まあ、ある意味もうちょっと私の話ばっかりになってしまいますけど、フェドに関したら、フェドって言ったよね、フェド65点になりましたね、今なうで今はちょっとフェドって言ったつもりやったんですけど、はい、あのフェドに関したら、その予定してた当初、あのプロ育成として審査のチャンネルに出させてもらって、うん、ジャパン、じゃあプロ取りたいですって言ってた女の子がプロ取らせていただいて、でそこからフィドの試合に出させてもらえるっていう状態があるとは思ってなかった身やったんですけど、それを経験させていただいたことにはもうすごい大きなステージがあったんじゃないかなっていうのを思います、自分自身で。そのフィドがあった、なかったでジャパンの結果が変わるかもしれないですけど、それが55点になりました。机の角で、角でって言ったな、75点に戻ってます僕が噛んだから、うん、ごめんなさい。まあ、でも厳しいかもしれないけど、多分すげえ見てる人もあのリアルな納得できるというか数字かなっていうのは思いますね。そうですね、まあ、だけどほっとした部分もあるじゃないですか。そうですね、だから逆に50点は切ってなくて、あのいい風に言うとというか、うん、僕の中で、まあ、言ったらね、東田真の何でしょう、心境というか、いやプロ育成やりました、はいはいはい、プロとして送り出しました、自分の弟子1号として送り出しました、うん、ロビン全部抜けれてませんよりかはね、全然、いや全然、だからあの結果というにはちょっとまだ早い段階の、うん、まだいっぱい残ってるから ね、 そうですね、大会はもちろん、そのロビン抜けて1回2回勝って、イルカさん行きました、イルカさん残りました、優勝しましたが一番いい結果なわけだから、はい、そこから差し引いてやっぱ考えると、まあ、妥当な数字だと思うし、でも逆に言うとあの いい結果とは言い切れない部分もあるから75点かなと。ただこれ僕この個人的な意見なんですけど、はい、この企画を僕は東田氏に持っていったわけじゃないですか、はいはい、言うてできすぎかなあるんですよねだから厳しめに、うんうん、だってね、ハローズさんつかせてもらっ、つい、ね、はい、ついてもらって、イルスタイルさんもついてもらって、うん、企画としては100点に近いと思いますね。いやだってここまでスポンサーの方に応援してもらえるっていう選手ができたわけですから、でしかも、まあ、ロビン抜け決勝トーナメント2回戦とかまでちゃんと行ってますっていうのは、うん、僕としてはできすぎかなか、はい、いやでも全然、うん、そういった意味で75点じゃない、多分ここで95点つけてると、あの来年しんどくなる私もっとあと5点頑張らなってなるし、ね、これを下げたらダメだってなるけど、まあちょうどいい数字かなっていう自分で言うといたらあれですけど、あとはまあこの点数に関しては僕の結果は差し引いてるんで、はい、じゃあそこ行きましょうか。東田真の今年1年どうでした、言い方はですけど、やっと終わるなと、もうなんなんつって調子悪かったですもんね。そうですね、半年間ぐらいは、もうここ半年間ぐらいかな、もうずっと僕の中で調子悪かったし、でもまあバレルのね、発売に向けて の、 そのプロトタイプであったりとか、そのいろんなタイミングでちょっとバレルが変わったりとかして、ちょっと上向きにやっぱりあのなってきてはいてるところで、まあジャパン始まって以来の、ロビー落ちと。すごいですね、逆にそれ。いや、わかんないけど、ジャパンすごくないですよ。いやいや、決して褒められるその結果じゃないんで、いろんな人がジャパンでロビン落ちを何回か経験してる中で、ね、まあごまかしながらでもロビンを抜けてきたっていうの落ちたことなかったんで、ジャパン始まって当初から参戦してて、だから9年ぐらいかな、9年間ロビン落ちなし、落ちなかったんですけど、でも逆にホッとしたのも、その調子が上向きになるのも、いや、この5戦ぐらいはなんかずっと調子悪かったから、今日なんじゃないかと思いながらダーツなんかあ、今日初めて落ちる日なのかとか思いながらダーツなんかあって、
まあ、ラウンドロビンも割と厳しい選手、うん、まあ、メンツというかね、もう多かったっていうのもあって、数字も良くなかったですもんね、抜けてる。そうですね、はい、どうぞ。やっぱそこには参加人数とか、そのセパファットっていう内容とか関わってくるんですか？あ、あると思います。あるけど、うーん、どうかな。北海道とか、まあ何年か前の北海道とかの方が厳しいよ、ロビン自体は。参加人数少ないから、うん、そう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 、うん、やっぱこうグッと集まるロビンができちゃうんで、もっと厳しいロビンもあったけど、まあまあでも案外終わってみて、負けてみて、ロビンで落ちてみて、案外ホッとしたっていうのが正直、うん、自分自身に点数つけるんだったら、ああ、いや、もう全然35点ぐらいじゃないですか。何点が勝てん？いや、50点きた赤点ですけど、まあ、それでもその35点あるのは逆に YouTube でこうね、自分のこと知ってもらえたりとか、プレイヤーとしての部分が試合だけじゃないところでも見せれたっていうところは、まあ、プラスかなっていうところでギリ35点、うんうん、まあ、50点以下で赤点と思ってればだいぶ赤点やけど、うん、まあまあ結果はね、今後だからやっとその調子が悪いのも上向きになったところ、うん、いろんなことがこう今後変わっていくところの2021年が終わるので、うん、まあ、逆に言うとちょっとこうやっと終わるかと一つの区切りがここでこう見えたかなっていうところで、うん、まあ、来年はもっとね頑張ってやっていこうかなというところですね。来年も、まあね、YouTube を通じていろんな人に2人の、ね、ね、うん、いろんな企画をまた、ね、ね、送り出せたらと思うんで、うん、ガチンコの行く末もありますし、はい、なんかほんま去年そういえば年末のご挨拶 YouTube でもさせてもらって、あっという間でしたね。まあ、そう考えるとあっという間やけど、僕はこの半年は長かったな逆に長かったな、まあ、確かにな、まあ、いろいろありますから僕もね、はい、え、はい、真面目に、真面目ですから本質が。来年も頑張りましょう。そうですね、はい、まとまらないからね、まとまらない、ね、はい、じゃあまあ年始のご挨拶は、はい、まあ、ひしんさんの YouTube チャンネルの方でさせていただくということで、はい、ぜひ、はい、見ていただいて、はい、はい、よろしいですかね。そうですね、もう、はい、年末の挨拶ってことなんで、ちゃんとちょっとこっちのね、はい、西川はあやひず東田のチャンネルなんで、はい、挨拶だけはもう今日、ね、こそは揃えていただけたら。そうですね、本当に2021年、ありがとうございました、はい、ということで、来年もぜひとも被害者審をよろしくお願いいたします。あと、お願いします、はい、じゃあ綺麗に最後締めて終わりましょう。はい、はい、いきます。せーの、また見てね、イエイ、タイムマッチング、じゃあ、YOU なんか完璧やん